マギは、本来、メディア王国で、宗教儀礼を司っていた、ペルシア系祭祀階級の故障。サンタポリナーレヌオボ聖堂のモザイクに描かれている三人の、マギアベスター語系マグに由来し、ギリシャ語系の単数マゴス、複数マゴイを経由し、ラテン語化した。英語では、単数名ガス、複数名ジャイ、形容詞名ジャン。普通名詞なので小文字始まりだが、 東方三博士の意味では固有名詞扱いで大文字始まりである。ヘロドトスの歴史には、マギには死体を鳥や犬に食いちぎらせたり、アリや蛇をはじめその他の爬虫類などを無差別に殺す得意な習慣があったと記されている。これらの習慣はアベスターに記された宗教法と一致しており、彼らはゾロアスター教と同系の信仰を持っていたと考えられる。 アケメネス朝ペルシア史上では、大井三奪者のマギであったガウマータを、ダレオス一世が倒して大井についたとされている。一方、キリスト教世界では、新約聖書、福音書の、マタイによる、福音書に現れる東方の三博士を指している場合が多い。三人の王とも訳される。直訳すれば星見、すなわち、先生術師であるが、 マタイ福音書の文脈では、天文学者と推測される。やがて、マギという言葉は人知を超える知恵や力を持つ存在を指す言葉となり、英語のマジックなどの語源となった。これはマギが行った奇跡や魔術が、現代的な意味での記述、手品に相当するものだったと推定されるからである。サーサーン朝時代では、中期ペルシア語で、 ゾロアスター教の神官であるマギのことを、マグナイシ、モウと呼んでいた。特に、オーフルマズド神やアナーヒード女神などの神々に、捧げられた、廃下神殿を管理するような行為の神官は、モーバドと呼ばれ、モーバドの管理のもと多くのマグたちが、神殿の運営や儀式を取り行っていたようである。サーサーン・朝の子祖アルダシール一世の祖父である、イソサーサーンは、 イラン南西部ファールス地方の都市イスタフルのアナーヒード、神殿の管理職であったこともあり、同王朝は、創建初期から、ゾロアスター教団とも密接な関係にあったが、第二代君主シャープール一世から第七代君主、ナルセ一世の時代にかけて活躍した神官、カルティールは、最高位の神官であるモーバダーン・モーバドを名乗って、王朝全土の諸神殿を統括し、 キリスト教やユダヤ教、マニ教、仏教など外来諸宗教の勢力を弾圧し、国家宗教として、ゾロアスター教団の威信を拡大させるなど、サーサーン・アサの宗教政策を主導したことで知られている。タバリーなどのアラビア語、近世ペルシア語の年代記や知史などの処分権では、ゾロアスター教不信感、聖職者であるマギア・ヒロク、 ソロアスター教と一般を指してマジュースと呼ばれている。マタイによる、福音書によれば、イエスが生まれた時、東方で知らせとなる星を見た博士たちが、エルサレムまで赴き、ユダヤ人の王として誕生した方はどこかとヘロで、大王に尋ねる。ヘロでは動揺しながらも側近に尋ね、側近は、聖書の記述からそれは、ベツレヘムであると博士たちに教えた。 博士たちは早速その場を立つと、星に従って、イエスのいる場所に着くことができた。幼子の前にたどり着くと、彼らはヒレフシ、黄金、入校、持役を贈り物として捧げた。ヘロデは、新しい王など生まれては困るので、博士たちに場所を教えるよう命じていたが、博士たちは、夢のお告げにより、ヘロデを避けて、別の道から故郷に戻った。 これを知ったヘロでは大いに起こり、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させたが、イエスは両親と共にエジプトへ逃れた後だった。ルカによる福音書に描かれたイエスの誕生場面ではこの博士たちは登場せず、代わりに海馬桶に寝ていた幼子イエスに羊飼いたちが訪れる場面がある。 西洋美術やクリスマスに飾られる馬小屋の飾りでは、博士と羊飼いが一緒に描かれているものも多い。前景の福音書には記述がないが、博士たちの人数は、贈り物の数から伝統的に三人とされている。彼らの名前として、西洋では七世紀から次のような名が当てられている。それは、メルキオール、青年の姿の賢者、バルタザール。 少年の姿の賢者、カスパール、老人の姿の賢者である。いずれもペルシア人の名でなく、何らかの意味も確認できない。シリアの教会では、ラルバンダド、ホルミスラス、グシュナサファという別の名が当てられているが、こちらはペルシア語の人名として意味をなしている。アルメニア教会では、カグバ、バダディルマ等の名前を当てている。なお、インドの一部の伝統では、 ある人物が巧妙を得るためには、三人の他の巧妙を得た人物によって、その人物の将来の巧妙が予言される必要があるという言い伝えもある。ありがとうございます。